なんて優しくないよ、私の好きをなかったことにしないで。君とよく話した、公園のベンチで膝を抱えてるネジのないオルゴール。窓に映る時計の針をなぞれば戻れるの。あの日に、ああ、二人の想いがいつだって同じ大きさならば、言葉足らずの隙間だって埋められたのかな。僕が悪かったんだ、なんて優しくないよ、それならどうして別れを告げないで。街並みどこへ歩いても息が苦しくなるの。普通にナチュラルに間違えた。こんばんは。こんばんは。ありがとうございます。こんばんは。19歳シンガーソングライター、春田優香って言います。今日は30分かな ?30 分間私のステージ楽しんでいってください。よろしくお願いします。ありがとうございます。1曲目にですね、聴いていただいたのは、同じ大きさの好きならばっていう曲だったんですけど、次から2曲ほどギターでお送りしたいと思います。でね、そう、私今日のライブは、新曲発表しますというのをね、ツイッターとかでも結構、今日のライブ、新曲めっちゃ押してたからね、新曲発表します、新曲発表しますっていうのを、ツイキャスでもいつも
書いてたりしたんですけど、ということでですね、いつも最後の方にやるからドキドキがね最後まで続くライブで本当に胃が痛いので、今日2曲目に持ってきましたそう持ってきたの、ということで早速やりたいと思います。心臓バクバクです。お客さんもドキドキするライブというのが私のモットーなので、皆さんもドキドキしながら聴いてください。はあ、緊張するね。傷跡という曲を作りました今ちょっとね、あの歌詞ノートなんですけど、傷跡の跡っていう字漢字で書いてるんだけどね、跡の跡っていうが何路上の路になってるの、今自分で見てね、と思ってさっき書いたんだけど今びっくりしちゃった。嘘、まあ、ちょっといいや、でも傷跡っていう曲ですちょっとおえうえびっくり。よし、では聞いてください傷跡。つけ合う僕たちは今日も探している、生きる意味とその価値を、薄れゆくことの居場所を確かめるように、また誰かの中に傷を残した、無邪気を装って知らないふりをする、子供にはもう戻れないのに、償うことのできない過ちを繰り返してる、自分を守るためと正当を貸して痛みを知って、それでも振りかざしたナイフには優しさがありますか、心に問いかけてみる、息をするみたいに忘れ去られてく罪に、安心してるんだきっと誰もが、鳴り止まないサイレン、聞こえないふりをする、大人になりたかったわけじゃない、跡を残すたびに誰もいない夜へと落ちてゆくけど、痛みを知ってそれでも傷をつける悲しみは、その先にある愛を知るためのプロローグなんだろう、痛みを受け止めて
ありがとうございます。ありがとうございます。新曲の傷跡を聞いていただきました。でもね、今日これでドキドキが終わらないのよ。なんともう一曲持ってきました。新曲ふぅーふぅーとか言うちょっと待ってそう、6月はね、2曲新曲発表したいですっていうのをね言ってたので頑張っちゃったよそう、でもどっちもね今日完成したんです。本当に、いや、さすが私だよね。いや、やっぱり今日完成しちゃったの。いや、昨日深夜の3時、4時か、4時までひたすら歌詞書いて、今日も朝8時じゃないね、7時、ん ?7 時とか8時ぐらいに起きて、また歌詞書いて、はっってできたのが多分1時ぐらいで、家出るのは2時前だったの。あ、やばいやばいと思って、急いで練習してきたっていう。でもう一曲、幸せを願うならっていう曲を作りました。私自分がねちょっと明るい曲あんまなくて、自分も元気になれる曲作ってみたいなって思って作ってみちゃったっていう曲です聞いてください。幸せを願うなら。あ、よかったら手拍子お願いします。外舞い降りたんだ。一人ぼっちで泣いている僕の右手握りしめて、泣いても笑っても時間は同じだけ過ぎてゆくから、幸せを願うなら。
ありがとうございます。幸せを願うなら聴いていただきました。またここからピアノでお届けしたいと思います。緊張しましたね。皆さんもドキドキしました？やっぱりやっぱりごめんなさい次はですね、梅雨の歌をお届けしたいと思います。本当にね、この曲やるときはいつも晴れるんですよ。今日晴れましたよね。晴れたよね。本当にこの曲やる日雨降ってくれないんだよね。なんだろう、どうしてかな。でも梅雨の曲を、これも最近作りました。最近5月に作ったのかな。梅雨の歌でそばへっていう曲です。では聴いてください。そばへ。乾くけど君の足跡はもうない。傘を差したのはきっと君の優しさで、気づいた時には雨上がり。未熟さを盾に言葉を求めた。君はもう呆れたかな。痛みを恐れて僕は立ち止まってる。空っぽになったこの心って何に怯えてるの。失うす万華鏡を覗けばいつも晴れ模様で、角度を変えれば見えるものがある。空はこんなにも広かった。痛みを分け合うことはできないけれど、明後日も僕のそばへ。
ありがとうございます。そば絵を聞いていただきました。次で最後の曲になります。イエーイ何がイエーイなんだろう。今嬉しくてなんかイエーイとか言っちゃったけど、そんなイエーイじゃないか。そう、最後の曲はですね、いつも私はこの曲を最後に、ツイキャスもでもかな、いつも本当にこの曲を最後って決めていて、私にとってもすごく大事な大事な曲です。悲しい歌じゃないのかな、どうなんだろう。なんか自分の好きな人に好きな人がいた時に、その人の幸せをちゃんと願ってあげられるといいなっていう思いを込めて、作った曲です。この曲とね、消えない夏っていう2曲入りのライブ音源 CD を今日は持ってきているので、よかったら物販に遊びに来てほしいと思います。では最後に聴いてください。愛しい青。悲しみのない世界だったらもっと幸せだったかな。泣き笑いつぶやく君の隣で僕は悲しくなった。あの日雨に濡れた君に
ありがとうございます。春田ゆかでした。ありがとうございました。もう一度盛大な拍手をどうぞ。 ありがとうございます。はい、春田ゆかさん、なんか素敵なステージでした。ありがとうございます。はい、新曲はちょっとやっぱ硬かったけどね。いやもうそれはもうあかんですね。はい、視点がもうね、一点をこう、もうこうですね。うん、楽譜とにらめっこです。そうね、あれですね。でもなんかすごいノリノリなステージじゃないですか。あ、本当ですか。ね、曲は暗いんですけどね、結構。そう、僕今日毎日今ネットでね配信をしてるんですけれども、はい、そこで多分ねファンの方だと思うんですよ。はい、その方がね、彼女はね暗い曲が多いんで明るい曲が聴きたいですっていう、そういうことをねつぶやいた方が会場にいるんですかね。はい誰かね。いますか。いるかな。後でカミングアウトしていただけたら。でもなんか暗いっていうよりはノリノリの曲は結構あるじゃないですか。あ、今日多分暗くない曲をチョイスしたかもしれないです。あ、それ聞いてたんですかね。それ聞いてたのかな。なんかテレパシー受け取りました。なるほどね。はい、そっか。なんか本当に暗い、まあ、弾き語り、もともと僕知ってるのはピアノを弾いてるイメージしかなくて。あ、私ですか。そう、はい、ツイキャスとかで。あ、なので暗いっていうから、はい、なんかもう、はい、じめっとした感じのスローな感じで、はい、たくさんいるじゃないですか、そういう方ね。そういうイメージかなと思ったら、はい、ギターを弾いて、はい、それもなんか結構あれだよね、かき鳴らし系のギターで。そうですね、結構ギターは、そうですね、ギターは結構ガチャガチャするの多いかもしれないです。そうだから全然イメージしてたのと違いますね。あ、本当ですか。うん、同じ人かなってくらい。はい、そしてねちょっと聞きたかったことあるんですけど、はい、これあれですかね、お名前とかは。はい、本名。いや、本名じゃないです。芸名です。なんか全て芸名。あ、でもそうですね、なんか1文字ぐらいかすってるとかそういうのなく、漢字はかすってたりするんですけど、あ、はい、なんだ、春、た、ゆ、かはかすってます。あ、今わかりました。春、た、ゆ、かは、たとかは一緒です。田んぼに何かを加えてこういう形になってるってことですね。そうです。なんか漢字の画数で名前決めたんですよ。本名と画数は一緒で、はい、なるほど。本名の漢字をなんか両親が結構すごい画数の何ですか、あれ調べたんですよ。そしたらすごいなんか良さげな感じで、ああ画数考えてつけてくれたんだと思って、なるほど、画数を一緒にしました。ということはもともとの名前はなんか晴れてなかったんですね。あ、全然です。めっちゃ雨女ですし、雨田さんとか。もう雨田さん、曇りたさん、もうそのくらいでちょうどいいぐらいの晴れたとかも、晴れたじゃないや、晴れただ自分の名前間違えちゃった。でもね、田んぼはやっぱ晴れてね、はい、光が当たらないとね、美味しい米ができないから。そんなイメージで、はい、路上とかよくやってるじゃないですか。あ、そうです、路上。でも最近ちょっとその新曲を書くのにお休みしてたんですけど、だいたい週に2回ぐらいやってます。はい、路上やってっから縁起担いで春だかなと思った。そういうのはなくて、全然考えてなかったです。
そうですか。はい、まあ、でもあんまり晴れちゃうとね、今東京水不足なんで。いや、そうですね、私のせいだったらちょっ と、ね、そういうことね、困りますね。なんで晴れたじゃなくて春田なんですか。え、なんでですかね、春田なんでですかね。え、自分考えてないんですね。あ、はい、そうですね、深く考えない人って。はい、優香も悠々としてね、加えって感じで、はい、悠々としてないですね、でもね、本当はね、うん、悠々ってどんな意味ですかね。自分で漢字選んだんじゃないのこれ。大丈夫かなこの人。すいません。適当でごめんなさい。適当なんですね。結構適当です。ノリで生きてます。悠々としてる、なんかもうちょっとね、ゆったりとしたこう感じの方かなと思ったら、チャキチャキした、ゆったり。あ、でももうすぐ20歳、もうすぐというか、うん、来年20歳になるので、大人女子目指してます。大人女子を目指してる感じでね。はい、まだなってないっていう感じなんですね。いや、なんかなってないっていうのはちょっと言われるので、あ、そうなんだって。私はそんな結構大人女子気取ってるつもりなんですけど、うん、そうじゃないみたいです。なんか衣装は大人女子え、ですよ ね。私もそう、うん、そうしないとちょっと見られ、なんかね、19歳に見られない、なんか何でもないです。日本語が見つからなかった。まあ、はい、ということで、はい、なんかもうこういう人だっていう印象しかもう残ってないですね。はい、すいません、うん、いや、本当に初対面っていうか、まあ、初出演っていう感じじゃないですね。本当に全然緊張もなしで、ね、はい、もうこの会場自体がもう春田さんのワンマンスペースみたいな感じになってました。はい、そんなそんな、いや、本当にね、またね、これからが楽しみなアーティストさん、はい、嬉しいです。ということでね、はい、今後の告知とかなんかそういうものがあったら最後にね、これ全国全世界で流れますんで、これ収録イベントなんで、はい、どうぞ。はい、次のライブはですね、7月の6日に恵比寿のテーマダスイッチさんで、6時50分ぐらいから、歌わせていただきます。あと私11月の13日にそのまた恵比寿テーマダスイッチさんでワンマンライブをやることが決定しております。ありがとうございます。と決まってまして、それのチケットを7月6日から、販売始めようと思っておりますので、よかったらワンマンも7月6日も来てほしいです。以上です。なるほど、ワンマンですね。そうなんです。楽しみですね。はい、じゃあワンマンのチケットを売るためにまたね、うちのイベントを来てください。ぜひお願いします。はい、ということで春田優香さんでした。はい、ありがとうございました。